んたらおとみちゃん。何かようなのおっしゃいな。あれだ、まったく情けない。ふみの返事はいつくれる。罪な人だよおとみちゃん。みんな揃ってふびったけ。ぞっこんまいっているものを、でさいつまで気をもます。ちょっと教えてあげましょうか。えっへん、まずまず第一に、煮ても焼いても食われない、とっても振動の強い方。それじゃ私だ小物や、あれやこれやで気が移る。それじゃおでかな米やだよ。いいえ、まだまだ七分ずき。めたしめしめすみません。発しに決まった乾物や。なんぼなんでも嫌なこと、恋の日ものはござんせん。あの、すみや。やよ。酒屋嫌い。お聞きください旦那方、女の惚れるはまことの男。まがいものではいけません。顔を洗って出直しなさい。二足三文投げ売りのお顔ばかりで気に入らぬ。それにニョキニョキニキビズラ、お気の毒様またおいで。イエーイ！おとみちゃん！僕は若い殿様、家来ども喜べ。今日も得意どっさり買った掘り出し物だよ。お町の空、僕の空、憧れの夢の宝。胸に抱けばにやりといつかこぼれるこの笑顔。大野、水差し、茶入れに、この軸、貢献類から、諸が骨董、みんな本物、掘り出し物じゃ。世の鑑識眼は大名芸ではないぜ。あ、あれれれれれ。街を行けばまばゆい青春の花園。すごいシャンダ見目よい宝掘り出し物だよ。若い者僕の夢、黒髪の甘い香り。可愛い乙女一目でとろり、あの子に参っちゃった。あ、ご屋敷のほどおされでございます。であろうがな、誰か札を入れてまいれ。あ、いい天気だな。やっと晴れたわ。これで傘も乾くでしょ。ああ、傘の乾かないのは構わないが、鼻の下の干上がるのは困るからの。本当にお父様の骨董被害に困ってしまうわ。雨が続けばミスミス困るの分かってるのに、怪しげな骨董品を買い込んだりしてさ。こら、怪しげなとは何じゃ。骨董にかけてわしはなかなか目が高いんだぞ。わしはな、その何じゃ、お前の嫁入りの費用を貯めておくつもりで買い込んどるんじゃ。まあバカバカしい。誰があんな二足三文の骨董なんか買ってくれる人があるもんですか。ねえお父様。うん。私お嫁入りの費用なんか欲しかないけど、せめて毎日のお米代に事欠かさないようにしてほしいわ。だって耳壊しじゃお腹が膨れないんですもの。米の飯なら誰も食う、たまにゃふんわり麦焦がし。粋なもんだよ食ってみな、腹が減るから腹が立つ。あれがまったく許せない。私たくさん
な香ばしいやつが嫌いとは、さてさて不憫なものじゃって。いいご機嫌だね。なあがよ、私怒ってんのよ。え、どうしてさ。天気はいいし、傘は買う、犯人はなるし。何が不足で怒ってるんだよ。だって私がいくら稼いだってお父さんが怪しげなことしにみんなつぎ込んじゃうんですもん。いいじゃないか、人間誰だって一つぐらいの道楽はあるもんだぜ。チェ、そのうちに大した掘り出し物するかもしれないよ。私そんな夢みたいなこと大嫌い。私もうこんな傘張りなんか嫌になってしまったのよ。だって世の中にはこの傘さして遊び暮らしてる人だっているんですもの。とかく世の中ってこうしたもんらしいよ。とかく浮世はままならぬ、日傘さす人作る人ってね。自分歌ってたじゃないか。嫌い。浅井さんはそんなのんきな了見だから、お金にもならない木刀削りなんかしてられんのよ。あ、これは失礼だがね、おはるさん、お父さんのこと悪く思っちゃいけないよ。いい人だからね、ありゃ。いらない。おかげで毎日麦こがしばっかり食べさせられてるわ。まあ、あんたなんかに若い女の人の気持ちなんか分かりっこないんだから、早く言ってしたいよ。はいはい。先生、こんにちは。いや、お嬢さんどうしたんですか。近頃はよく見えますな。え、お父さんを見舞いに来るんですの。あ、そうですか。それはそれは親孝行なことで。いや、おみそれ申しました。あら、そんなこと当たり前じゃございません。さあ、その当たり前のことは当節はなかなか行われませんでな。近頃の若い娘というものはとかく行動の本気を忘れ、うん、ですな。とかく浮世はままならぬ、日傘差す人作る人の。まあいい文句ね。歌の文句になるじゃありませんか。とかく浮世はままならぬ、これ気に入った？お足を払ってきて。はい。あの、いかがでございましょう。あら、誰が売るって言いまして。でも、どうせお金になさるんでしょ。私どもでは交流はいたしませんの。え、ああ、あの、交流はしないんですって。いいえ、何であろうと私が気に入ったんだから、10両でも20両でも星だけ出しておあげなさい。へえ、あの、20両でも30両でも追い出すことはできません。まあ、なんです？なんです、そどかさん、あなたは占うと言い張るの。お気の毒様、占いと一度言ったら売りませぬ。買うわ。売らないわ。買うわよ。売らないわよ。なんてあなたは強情者、とっても生意気、へそ曲がり、口はへの字で、あなたこのへその曲がったヒステリー。へその問題については大いに論じてください。春の日は長いですからな。では、ごめん。お懐かしゅうございます。あ、藤尾殿、
どうしてこんなところへ。これこれ、何も恥ずかしがることはないじゃないか。親も許したいらんきじゃないか。そらそら、よりよりもっとよりあ抱きつけ抱きつけ。つまんないところ、ベストなんか立てたのさ。え？お前またつまらないところよく来るじゃないか。まあ、お父さんたら。私、お父さんを見舞いに来てあげてんじゃないの？おや、そうだったのかい。わしはまた、あの若い先生の顔を見に来るんだとばっかり思っていたよ。ん？何さ、その日暮らしの浪人なんか。ほう、今日はまただいぶ風向きが荒いんだな。私なんか立派なお武家さんだって今だって向こうにしようと思えばできるんだから。そりゃ無理ですよ。お嬢さん、何さ、大名の馬だって。へっ、そりゃ無理です。え、三吉、お前は私が大名の奥方になれないとでも言うのか。いえ、別に。そりゃ大名だって物好きなのはいますからね。三吉、ごめん。拙者こそは峰沢丹波守の家来松田松助と申す者。お、ああ、あなたです。いや、あなたです。いや、その実は本日あなたが我が君のお目に留まり、その。え、では殿様が私を。奥方ってわけですか。さあ、それがその奥方と申すわけには参りませんが、つまりその何ですが、おそば勤めとでも申しましょうか。まあ失礼な。お目がけなんて、私は日本橋の川屋の娘ですよ。峰沢丹波守なんて聞いたこともないわ。大方インチキ大名なんでしょ。これはけしから。我が君を捕らえてインチキと。インチキだからインチキと言ったのよ。さっさとお帰り。そんな無茶な。お帰りしたの。とかく浮世はままならぬ、日がささす人作る人。当人の娘と大名ではな。俗に言うではないかいな。釣り合うが縁のもとってね。そこで提灯釣り金さ、釣り金さ。バカ。はい、いて、いて。すみません、すみません、すみません。もらってくれるかくれないのか、他のことは聞きとうない。それを聞かせてもらおう。と申しましても、お十夜のようにそう請求に申されました。何が請求だ。請求なことはあるものか。大体そっちと藤尾との言い名付けのことは、そっちの亡くなった父親とわしとが固く約束をしたのじゃ。は、それがどうも甚だ迷惑。何が迷惑じゃ。いやな、決して迷惑ではございませんが。迷惑ではございませんが、何分その。何が何分じゃ。迷惑でなければ明日にでも式を挙げよう。よいな。いや、今度は逃がさんぞ。おじい、しばらく。しばらくもクソもない。これじゃ。一人は一番よいかな。ほほう、これはなかなか猛進撃じゃ。おはる、お前の強敵が現れたの。私、浅井さんなんかなんでもないわ。隠すな隠すな。お父さんはな、むいこましばかり食べていても骨董はされて鍛えた眼鏡じゃ。目利きにめったに狂いはないはずじゃ。あ、あんなこと言ってるわ。お父さんよく知っとるぞ。志村さん、はお茶を沸いていませんか。あ、どうぞどう、さあどう。なんかおめでたの話のようですな。弱ってんですわ。ほほう、嘘つき。別に女が嫌いってわけじゃないんですがね、髪下つけて昔の暮らしに帰るのが嫌なんですよ。あら、そうですか。へい、
さっきはいいところを見せていただきました。ありがとうございました。いえ、何、お礼には及びません。まあお待ちかねでしょ。早く持ってっておあげなさい。右小足もありますよ。どうもありがとう。あ、いやいや、あのことばかり言って、お母さん、お前もちょこっとやるよな。お父さん嫌い、うん、そうかそうか、あ、そうか、あさみさんも嫌いか、うん、一人は決まった。返事をせえ、返事を。話の仲間に座を立つやつがあるか。お茶を入れるんですよ。どうです、むいくわしは一杯。そんなもの呼ばれに来たんじゃないよ。藤尾をいつもらってくれるのだ。返事を聞こう。は、行かず。返事、返事じゃ。はあ、お父様、そんなに押しつけがましくおっしゃっては。疑わんなさい。あんなにせいてわしをここへ引っ張ってきたのは誰じゃ。でも、これはなかなか深刻じゃ。どうやら雲行きが怪しいなってきやったぞ。わしも少々心配になってきやったわい。あ、雨、お父さん、雲行きが悪いわい。雲行きが何してんの、雨が降ってきたのよ。やかましい、黙っとれ。雨、え、なんか言ったか。あ、雨、あ、雨だ。余計なお世話よ、ほっといてちょうだい。ほっといたら商売道具台無しじゃないか。ほっといてちょうだい。また向こうは食いたいのか。手伝うのは黙って手伝えばいいじゃない。はいはい。まあ、お父様、あんなに仲がくっついて話してるわ。おお、口から。なんだ、通り雨か。うん、通り雨だったわね。うん、依頼が難しいございます。さようか。是非もない、骨董品を掘り出すようなわけには参らぬわい。恐れ入ります。うん、よいよい。ところで松田、この鼓を見。は、お、これはお見事な鼓。うん、偉い。それなるはその昔、静香御前が所有せし初音の鼓じゃ。ああ、静香御前。お前も殿には永遠の手を拝し執着。いやいやいや、堅苦しいことを申すな。前衛門、そちにこれがわかるか。はは、恐ろしく汚い笛でございまするな。情けないやつじゃ。目のないやつにかかってはかなうまい。それ、あ、あ、これこそは、これこそ
金立ちが今宵限りと月を見て浮き死名残ぞ、何風流というものはむさ苦しいものでございまするな。情けないやつじゃ。よし、今度は道八茶碗じゃ。さてさてさて、この茶碗ちゃんちゃん茶碗とでも響く。道八茶碗は日本一じゃ。見たか聞いたか聞いたか見たか、塗った薬の色といい、艶は色よし値よし、腰の丸みのほどの良さ。さてさてさて、この茶碗とっても天下の一品じゃ。どうじゃ、百両は安いじゃろ。百両。さてさてさて、この茶碗ちゃんちゃん茶碗と音も響き、道八茶碗は日本一じゃ。見たか聞いたか聞いたか見たか、塗った薬の色といい、艶は色よし値よし、腰の丸みのほどのよさ。さてさてさて、この茶碗さても天下の一品じゃ。うん、勝った。いくらじゃ。一両足らん。欲しいがちと足らん。いくら足りませんので。一分。そこは長年のおなじみがいに一分なんか損しましょう。そうか、負けてくれるか。いやー、これはどうもありがたい。さてと、しかししかしじゃね、これをみんな出してしまうと米代が足らんのじゃが。なんです、米なんか毎日食っておるもんじゃありませんか。風流に殺そうという方がそんなことでどうなります。二日や三日食べずとも人間は死ぬもんではありません。ああ、そうじゃった。ああ、そこもある。じゃあ、では、はい。いや、掘り出し物、掘り出し物。しかし六兵衛さん、これは偽物じゃない。いや、固い証人じゃ。ああ、分かった。志村さん、なんか用か。どこ行くんじゃ。帰るんじゃ。お帰りはこちら。ああ、そうか。麦こぼしもらいに来たわ。ああ、昼間ありがとう。麦くわしとてもうまかったよ。麦の匂いがプンとして、小さい時のこと思い出しちゃった。そう？うん。小さい時のことより胸がムカムカするわ。そいつは気の毒だね。どうしたんだい？だって、毎日毎日朝から晩まで麦くわしばっかり食べてるんですもの。どう？この頃私の顔少し黄色くなりゃしない？どれどれ、見てやろう。まさか。でも今日は大丈夫だね。たんまりお金が入るから。うん。久しぶりで白いご飯がいただけるわ。こんばんは。あ、いらっしゃい。私、帰るの。そうですか。では、お茶でも入れましょうか。じゃあ、ごちそうになろうかな。あ、おはるさん、頼む。どうぞご勝手に。私、帰ろう。あ、おはるさん、土瓶に麦ごはし。
かない道八の茶碗がただの三分、三分、三分、三分。父ちゃん、どこ行ったの？じゃあお父さん、三分みんな使っちゃったの？心配するな、心配するな。万古の代まで伝わる我が家の家宝がただの三分じゃ。なあに、人間二日や三日食わずにいたって死ぬもんじゃない。安心しろ、安心しろ。お父さん。おお、嬉しいか。この気持ちよくわかるじゃろ。え？風流の道に生きる。また楽しからずやじゃ。のう、春。お父さんのバカ。え？うん。いかんじゃったか。お父さん、本当におバカさんね。またご飯が食べられないんじゃないの。うん、お春、すまんすまん。すまん。ねえ先生、あ、あなた案外美しいお声ね。いや、それほどでもないですよ。謙遜しなくてもいいわ。なかなか素質があるんですもの。そうですか。でも私もしてたもんじゃないでしょ。私これでも本職よ。いや、いや、あ、お見されもしました。あ、ワルさん、どうじゃな、だいぶ悪いかな。どうもこりゃ節の手に負えませんな。え？お医者さんでも草津の湯でもと申すあれですよ。え？恋煩いですよ。恋煩い？お医者様でも草津の湯でも恋の病は治りやせぬとはまた粋な病であるの、はあ、世の家来とて多士さいさいよりどり勝手であるぞ。はあ、あの拙者は松だ。松は常磐の深緑。拙者は杉浦。次はしなよい立ち姿。拙者は檜山。檜傘なら黒髪に。拙者は椿。いいやさ椿の花がよい。拙者は柳川。待っていましたその次は柳やなよなよ風次第。拙者は竹林。いやまだまだまだ一人ぽっころ行きなら竹林。あの残念ながら、はあ、いずれを見ても二足三門ガラクタばかりで一つも本物ござんせ。よく言ったぞ家来ども勝手に行かぬももっともじゃ。ガラクタばかりじゃちりにくず。こいつはいつもの奥の手で掘り出し物と出かけようか。あ、いらっしゃいませ。これはこれは、ようこそ。どうぞどうぞ。今日は素晴らしい加納探幽がもらいます。はい。おお、探幽か。どれ、目利きいたす。はい、加納探幽か。へ、しかしこれ六兵衛、先日その方で求めた雪舟は偽物であったぞ。いやどうも恐れ入ります。偽物もあのくらいよくできておりますのと本物以上でございます。さもあろう、世でさえ目利き違いをいたしたほどであるからの。探幽か。あ、探幽。ほほう、探幽の山水。これは素晴らしい。これは素晴らしい。下にも天下の名作じゃ。親父、とても手は出ん。手は出んが値はいかほどじゃ。50両、安い。安うございましょう。50両は安い。安いがちと足らんな。足らんとおっしゃいますといかほど？二分じゃ。そこはご贔屓のおなじみを持ちまして。違う違う、亭主勘違いをしてくれては困る。
二分足らんのではない。二分しかないのじゃ。すまんすまん、すまん。いや、どうも。ちゃかしてすまんの。いや、これはどうも。失礼いたしました。さあ、どうぞ、どうぞ。御前。うん。誰でも良いものは欲しいもの。それが何といたした。あの御仁の熱心さには前にほとほと感じ入りました。風流に志す者はかくありたき者。いかにもさようじゃの。御前、個人が陰徳を積む者はこれ名君なりと申しております。個人がさようなことを申したかの。故に。個人が。あ、よしよし、これ主、この探幽求めて取らす。え、ありがとうございます。よではない、あの御仁にじゃ。え、へい、志村さん。ん、あんたにお殿様がこの他人を買うてやろうとおっしゃるんじゃ。え、あの、あれ、いえいえいえ、あの、それ、本当ですかいな。恋は、くせ者、命取り。まかぜ、恋かぜ、そよ。かんざし添えたとて思い届かぬ酒のたる心込めても込めだわら炭で炭屋はかしこまる。あら、レイザさん。なんだい、その傘どうしたの。ああ、おとみさんが忘れて行ったんだよ。それでそんなに嬉しそうに見てんの。妙なもんだね。この傘一つあるとうちの中パッと明るくなるから不思議なもんだ。そんな朝日のうちにたくさんあっても。おとみさんの傘だけがお気に召すのね。いや、言ってるね。まあ、誰が。おはるさん。ちぇ。ああ、いいもんだね。恋の絵日傘、紅傘か。青い水玉、浮き心。お、この水玉は水じゃないか。だって、水玉が好きなのは浮気の性よ。レイザさん、おとみさんが好きになったの。そうかもしれないな。まあ、浮気者。いいわよ。いいわいいわ、いいわよ。おとみさんの好きならいいわよ。何さ、こんな傘。先生。は、今日は私の誕生日なの。皆さんもこうして来てくださったんだし、先生もぜひ来てくださいな。どうぞ。むさ苦しゅうございますが、さあ、好きな道はまた格別での。いや、どうも、それでは。これが拙者多年の収集の骨董でございましてな。あ、おはる。はい。
なるは静か御前が所持なしたる初音の鼓。うん、うん、いや結構なものじゃ。いや、お褒めに預かりまして、身に余るしょ。さて、これなるは熱森八重と申しまする青葉の笛。いや、結構なものじゃ。青葉の笛を知るや君。妻の嵐に散りゆきし、花もつぼみの美少年。おお、無冠の太夫、熱森。泡でゆかしき夢が遠み。うん、本当に結構じゃ。さてさてさて、この茶碗、ちゃんちゃん茶碗と音も響く。ドーハチ茶碗は日本一じゃ。いい、ますますもって結構じゃ。見たか聞いたか聞いたか見たか、塗った薬の色といい、ツヤはいいのよし、あたいよし、腰の丸みの奥の良さ。いい、本当に結構なものじゃ。さてさてさて、この茶碗、さても天下の一品じゃ。あの子は得がたい名作じゃ。ボタンにシャクヤク柳越し、桜に姫ゆり梅富士どころか、まだまだ褒めても褒めたらぬ。前もなんとかならんか。はい殿、それと察してこの前へも、50両をかわいいあの子の父にあり、殿がめでたい床の花、移し植えたい九二立て。わ、わかった、えらい。えらいぞえらいぞ名君に、着卒なしとはよく言った。血潮が燃えるぞあの子に参った、よしなに頼むぞこれ偉い。とも、つわけでな、殿にはひどくお気に召されたのじゃ。女子としてこの上なき名誉でござると。どうじゃどうじゃ、差し出すでござろうの。せっかくですがいけません。何、不承知と申されるか。何しろ一粒種でしてな。それに晴れには末は一緒と言い交わした殿子がお隣にござるてな。もういや、それは存じて、当方はそのようなことは存ぜぬことじゃ。たって不承知とあらば、お用立ていたした50両。ああ、なんじゃ、そんなことでござったか。いや、どうも当節の大名にしては少し出来すぎていると思ったが、お金は返します。何、ホイス。はい、50両は大金でござるぞ。いや、大切な骨董じゃが娘には帰らねえ。これを売り払ってもお金は返します。こんなガラクタがいくらになるか。よし、では明朝早速取りに参るぞ。おいでなさい。絵日傘は書いていても武士は武士、鰹節ではござらん。二言は申し上げませんわ。ご心配あるな、富山氏。おつむが励ますぞ。しゃら、その公言を忘れるな。うん、大丈夫、あんなこと言って50両だなんて。ああ、大丈夫大丈夫。この単位一本が
50両じゃ。山と思えば山でなし、川と思えば川でなし、夢を描いた男優のそこは希望な芸術じゃ。かわいい娘には帰られぬ、返すお金が無有料、やっと馴染んだお前とも辛い別れが悲しいぞ。お父さん、かわいそうね。うん？うん。お酒買ってこようか。そうかい。じゃあ今夜はこれと一杯飲んでお別れさせてくれるかい。うん、いいわ。山と思えば山でなしか。え、あの、これが偽物。これが偽物。六名さん、冗談言っちゃいかんよ。いや、それがお気の毒なことで、後から偽物ということが知れましたので。偽物。あの、50両も出して。あの、これが本当に偽物。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 いや、どうもお気の毒で、私としてももう気の悪いことでございます。そうか。いや、致し方ない。六兵衛さん。え？あの、いくらで引き取ってくれるかね。どうも今としてはお値段の申し上げようがございませんので。いやいや、あの、かまん、言うてください。引き取ってほしいのじゃ。では3両。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 六兵衛さん、お前さん、間違ってませんかね。いやいや、5両と申したいところでございますが、この絵柄じゃ、まあ、3両ですな。なんじゃい、たった3両か。どうじゃんが10文と、あ、青葉の笛が20。初音の鼓が10。山水の掛け軸か一部2種。あ、布袋の着物が26文で、締めて8両2分。よくもまあこれだけガラクタを揃えたのに。それでも志村さん偉いもんですな。8両2分になりましたよ。8両2分。ええ。わしの長年の収集がただの
八両二分か。ええ、素人としてはいいところですよ。そうやたらに掘り出し物をされちゃ私たちは上がったりですよ。ああそうじゃろ。いや、そこもある。まあまあ、そこは長年のおなじみがいに二分弾んで九両、前の単位と合わせて十二両。ではお納めくださいまし。あのこの骨董。いやいや、とても持っちゃいけませんよ。後で荷車で取りに行きますよ。ごめんよ。お父さん。すまん。どうすんの？こんなことになっちゃって。すまん。あたしお目掛けなんか死んだって嫌よ。ね？すまん。お父さん。すまん。すまんの。すまん。我が藩には核も外交の切裂なるものばかりであろうか。余が欲しいのはかの名作であって五十両という柱目ではないぞ。恐れ入り立てまつ。立てまつばかりでも何もなるまい。恐れ入り立てまつ。バカ者、もし五十両返却されたら何とする。えい皆者、この上は腕ずくでも連れてまいれ。おい待て待て。うん、わしも行こう。さてこんなちゃう腰の丸みのほどの良さ。これが偽物かな。しようかな。私いくら考えたってお見かけなんかに行くの嫌よ。うん、もっともじゃ。じゃあ行かなくてもいいの？うん、いや絶対。あ、お父さんしっかりしてよ。もっとも、もっともじゃ。もっともじゃ、もっともじゃ、わかんないじゃないの、お父さん。もっともじゃ。お父さん嫌い。もっとも、もっともじゃ。これが偽物かな。お父さん。あ、4人でしょ。ああ、4人。わかる。4人でしょ。いや、もうそれより他に仕方がない。みんなわしが悪かったんじゃ。いつも目が覚めるのは手遅れになってからと決まっておるわい。
僕はおしゃれな殿様、君は可愛い乙女、素敵な青春の花束をあげましょう。家来もついてこい、なんて楽しい青空。へいへいへい、どこまでもついて行きましょう。まあ、お父様、あなたはそんな卑怯なことをなされたのですか。まあそういうな、これもそなたが愛しい家じゃ。いいえ、藤尾も武士の娘、あなたの娘でございます。そんな卑怯な手段をしてまでも霊蔵様はあの人から奪い取ろうとは思いません。 しかしそなたがお医者様でも草津の湯でもではの。いいえ、もう病気なんか治りました。すぐ参りましょう。今ならまだ間に合うかもしれません。これお父様、これ早く早くお支度を。そんな無理をしては。これすっからかんのから財布、あるのはガラクタ骨董品、夜逃げをするなら今のうち、娘を手伝えしたくしな。お父さんったら、え、こんな時に笑ったりして。私悲しいわ。ああ、もっともっとも、もっともじゃ。別れておいでよあの人へ、お前の心を察しては、鼻水垂らしてわしも泣く。あ、お待ち。いいかい、もし浪人の娘が来たらね、霊蔵さんはおいでですが、あなたには会いたくないとおっしゃってますんで。そんなかわいそうなこと言えませんよ。お黙り。そしてね、ゆくゆくは川屋の婿養子に決まったって言うのよ。そりゃ嫌ですよ。それじゃあ私は仇役じゃありませんか。でも私が頼むからさ、ね、三吉。それがその、あの、あなたに会いたくないとおっしゃるんで。まあ本当ですか。らしいようですな。ひょっとしたら私これでもうお別れになるかもしれないんです。それがその、あの、先生はうちのお嬢さんの婿養子にお決まりとかで。本当ですか。ええ、あの、らしいようで、あの、そうですか。お邪魔しました。ええ、すみません。
いたいたいた。おい、タン、早く。あ、はい、タン。気にした話もできんではないか。どいとる。私の好きなはおはるさん一人。嘘つき。おはるさん、ねえ、喉は渇いたんだけどお茶入れてくれない？大嫌い。言わないでよ。言わないでってば。あっち行って。あっち行って。あんた、笠原の娘なんか嫌いなんでしょ？夕逃げする女なんか嫌いなんでしょ？バカ！あ、六兵衛さん。あ？茶でも飲まんかね。むいこがしがあるぜ、むいこがしが。何を言うとるのじゃ。違う違う、この上恥をかかしてくれな。じゃ、文中の茶入れじゃ。その昔伊達政宗公は一国に帰ってでもと書をなされた古今の名記。この嘘つき、こんなものがなくさで、このバカ者め、日本一の名記じゃ。いや違う違う、名記じゃ。違う。おやじ、50両ぐらいにはなるかね。50両や100両、いやいや、1000両や2000両の品物と違う。
本物かね。本物だ。一万両の本物だ。一万両。今度は間違いではなかろうな。本当だ。そうか。一万両、一万両、一万両。おい、みんな聞いたか。おはる喜び。わしゃ一万両の壺を持っていたのじゃ。むぎこわしの壺が一万両。一両五万で一万枚じゃ。わしゃ一万両の大金持ちになったのだ。じゃあ、何しなくても済む。当たり前じゃ。例の五十両返しても、それ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 、九千九百五十両のこの前。なんじゃ、ダメそう。わしはもっともっと立派な豪勢な別荘を建ててみせるぞ。もう笠原なんかにやめちゃえ。本当？ああ、本当じゃ。たま六名さん、本当じゃと言うてくれ、言うてくれ、本当じゃと言うてくれ。本当じゃい。レーダーさん、レーダーさん、レーダーさん、あの壺が一万両になったんですって。私たちも大金持ちよ。お父さんはあの別荘にもっと大きな別荘を建てるんですって。私もお富さんに負けないわ。小春さん、それは結構だね。嬉しい？え、そう。レーダーさん、わしは金持ちは嫌いだ。ことに成り上がりの金持ちはなお嫌いだ。小春さん、お前さんは金持ちを好きな人と一緒になりなさい。わしは引っ越しだ。レーダーさん、うるさい。でかしたぞ。親の欲目じゃないけれど、わしにお前はできすぎじゃ。たった一つのところじゃよ。おはるさん、嬉しいよ。暗い浮世も二人なら、なんで私がいいと言いましょう。次の中なら二人なら、辛い浮世も何の